旬で彩る幸せご飯、今日はきゅうりと豚肉のチャンプルを作ります。旬で彩る幸せご飯、今月の食材はきゅうり。一年を通して店頭に並んでいる野菜の一つですが、露地物はこれからが旬。みずみずしく、そのポリポリとした食感は切り方や調理方法次第で変化する奥深い食材です。生で食べる印象の強いきゅうりですが、炒めるとシャキシャキと独特の食感を楽しめますよ。今回はチャンプルにしてボリュームのあるひと品に仕上げます。調理時間はおおよそ15分です。では作っていきましょう。きゅうりは端を落として4等分し、さらに4等分します。きゅうりに塩を振りかけてしばらく置きます。きゅうりに塩を振ることで食感も良く、味の入りも良くなりますよ。フライパンにごま油とニンニクを入れ、香りが出たらきゅうりをさっと炒めましょう。きゅうりのビタミン C は熱が加わると溶け出すので、できるだけさっと炒めましょう。同じフライパンで豚肉と豆腐を炒めます。豆腐の水切りはキッチンペーパーで包んで重しを置いて 2,3 時間置いてください。きゅうりを加えます。醤油を入れます。いい香りがしてきました。溶いた卵を入れます。最後に塩コショウで味を整えます。これでキュウリと豚肉のチャンプルの完成。生で食べるイメージのキュウリが大変身。キュウリの歯ごたえが楽しめる一品になりました。キュウリで彩る幸せご飯、ぜひお試しください。